はい、皆さんこんにちは。ストレッチハンターのタカです。またね、遠くまでやってきたんですよ。後ろにもう書いてありますけど、宮崎県の高千穂というところにある天の岩戸神社なんですけども、天の岩戸って実は全国にたくさんあるんですよ。どの天の岩戸も我こそは正式な天の岩戸であるみたいなね、どこもここが発祥だというふうに言ってるんですね。今回のストレンジストーリーでは天の岩戸神社いろんなところにあります。でいろんな説があるので、そういったことを追っていきたいと思います。そして視聴者の皆さんはぜひこの動画を見て、自分だったらここの天の岩戸神社が面白いんじゃないかな、本当なんじゃないかなっていうのを考察していただければいいと思いますので、楽しく見ていただければと思います。それでは行ってみましょう。天の岩戸神社とは一体何ぞや？これは古事記、日本書紀と関係してきます。神話の中に天の岩戸の話があるんです。空の上に高天原という神々の世界がありました。太陽の神、天照大神様や弟のスサノオの御事様、その他多くの神様が暮らしていました。スサノオの御事様は田んぼのあぜを壊したり、馬の皮を剥いだりと大変な暴れん坊でした。あまりにひどいいたずらにぶち切れた天照大神様は、天の岩戸と呼ばれる洞窟に隠れました。太陽の神様が隠れると世の中は真っ暗闇になりました。食べ物が育たなくなったり、病気になったり、大変なことが次々と起こります。困った八百万の神々は天の安河原に集まり相談をします。相談の結果、天の岩戸の前でいろいろなことが試されていきます。まず長泣き鳥を鳴かせてみます。長泣き鳥は通常より長く鳴く鶏です。鶏の鳴き声には太陽の神様を呼ぶ力があります。現在においても鶏を放し飼いにする神社がありますが、元はこの長泣き鳥から始まっています。しかし天の岩戸の扉は開かずに失敗をしました。次に雨のうずめの御事様が尾形の木の枝を手に持ち舞いをされ、その周りで他の神々が騒ぎ立てます。すると天の岩戸の中の天照大神様は、太陽の神である自分が隠れているから外は真っ暗でみんな困っているはずなのに、外ではみんな楽しそうに騒いでいる、これはどうしたことかと不思議に思い、天の岩戸の扉を少し開けて外を見ました。外にいる神々は騒いでいる理由を伝えます。あなた様より美しく立派な神がおいでになりました、お連れいたしますと言い、鏡を持って天照大神様の顔を映しました。太陽の光で自分の顔だとわからなかった天照大神様は、もう少しよく見てみようと扉を開いて体を乗り出しました。その時重い鐘の神様が天照大神様の手を引いて天の岩戸から引っ張り出すことに成功しました。そして世の中が再び明るく平和な時代に戻ったと言われています。さてそんな天の岩戸ですが、その神社のザ・王道といえばここです。宮崎県高千穂にある天の岩戸神社です。天照大神が岩戸へ入った洞窟を祀っています。西本宮と東本宮、二つのお宮があります。西本宮は天照大神様が隠れた天の岩戸がご神体です。本殿がなくて、遥拝所から天の岩戸を見ることができます。撮影が禁止なので写真はないんですが、とんでもない大きな洞窟でした。創建された年は不明で、ミニギが天の岩戸の故事を忍んで作ったと言われています。境内にある尾形の木は一円玉のデザインにも使用されています。また巫女さんが舞う時に持っている神楽鈴、これは尾形の木がモデルだと言われています。そして岩戸川を挟んだもう一つのお宮さん、これが東本宮です。天の岩戸から出てきた後の最初の住まいを祀っているのがこの場所で、天の岩戸と比較的距離は近いです。創建の年はこちらも不明です。898年から901年の間に建てられたのではないかという記録があったりもします。重い鐘の神が東本宮の地に造営した社殿への鎮座を願ったのが始まりと言われています。天の岩戸神社は神話と関係があると今では言われていますが、もともとは皇室や朝廷から尊いと言われていたわけではなく、地元の神社の一つだったんです。社殿があったわけではなく、祠があって鳥居がポツンとあるだけの簡素な作り。社殿ができたのは1800年代で、江戸時代なんです。まあまあ最近ですね。そして宮崎の天の岩戸神社といえば、こちらも忘れてはいけません。天の安河原です。天照大神が天の岩戸に隠れた時にどうやったら出てきてくれるのか、その作戦会議をしたのが天の安河原です。ここには重い鐘の神、そして八百万の神が祀られています。
はい、行ってきました。西本宮に、まあ、大きなね、社務所があったりとか、お守りとかね、そういうのが売ってたりとかするんですけども、この今いる東本宮っていうところは、まあ、そういったね、一般的にこう、賑やかな雰囲気ではないんですけども、本来は西本宮じゃなくて、この東本宮が大元の天の岩戸神社と言われているんですね。で、まあ、参拝をしてきましたが、中もね、すごくいい雰囲気で、とてもね、いい神社でした。素晴らしい、浄化の空気をまとった神社じゃないかなというふうに思います。肝心の天の岩戸のこう天照総御神が隠れたというね洞窟、これも神職のね関係者の方に案内していただいて、御神域と言われるね本殿の裏側に回って見てきたんですけども、バカでかいっすよ。むちゃくちゃでかい。僕が想像していた以上のサイズ感でしたね。まあ、ここにね本当に人が隠れていたのかどうかというのはちょっとねわからないんですけども、壮大なね神話を作るには、まあ、すごくいい題材になる場所じゃないかなというふうに思いますね。まあ、とにかくね宮崎本当にいいところで、こういったね高千穂の、まあ、景色もすごくいいですし、あとはねチキン南蛮がねやっぱり、ね、手が込んでますよ。美味しいなのでね、やっぱり地方、それではね、また他にも天の岩戸と言われているところたくさんありますので、引き続き調査をやっていきたいと思いますので、楽しみにしておいてくださいね。次は三重の天の岩戸です。こちらは神社ではなく、あくまでも天の岩戸。鳥居はありますけどね、伊勢神宮内宮の近くの山にあります。ここが天の岩戸だよって言ってるところっていうのは全国にたくさんありまして、奈良県にもありますし、京都の方にもあったりします。もう本当に全国様々なところにあるんですよ。まあ、ここはね、かなり有力とされている場所なんですけども、宮崎はね、すごいね、めちゃくちゃでかいですよ。めちゃくちゃでかい、もう何十メートルもあるような洞窟のようなね、ところが天の岩戸とされてるんですけども、もうここはね、すごくね、小さいです。そして水がすごい出てきてるんですよ。でね、奥からずっとね、水が流れてきてまして、まあ、水穴ですね。水の穴。洞窟になってまして、確かにね、人が中に入っていけるような状況にはなってます。で、ここに立つと、もうね、涼しいんですよ。めちゃくちゃ涼しい。今日ね、すごい気温高いんですけど、ここに来ると、何度だろうね。まあ、5度ぐらい下がるんじゃないかなっていうぐらい、ね、すごい涼しいです。もうここにね、座ればもう完全に冷房です。冷気がすごいですよ。もう中に本当にね、業務用エアコン入ってんじゃないかなっていうぐらい、すごい、涼しい風が出てきます。で、この奥にね、もう中暗くなってて見えませんけども、穴が開いておりまして、まあ、その中に天照総御神が昔隠れていたとされてるんですね。ただ、ここが本当に天照総御神が隠れてた天の岩戸かどうかは、やっぱりわからないんですよね。実際ね、僕もこの穴の近くまで行きましたけども、寒い。めちゃくちゃ寒い。入れない。ここにね、何日も隠れたら死んでしまいますよ。もう寒すぎて。なので、こう、現実的に、その当時もね、水が流れたとしたら、どうなんだろうな、とはちょっと思いますけどね。でもまあ、雰囲気的にはね、すごいいいとこですね。山の山道上がってきまして、山を登ったところに、この天の岩戸のね、伝説が残る洞窟がありますんで、もしね、この辺来る方がいらっしゃったら、まあ、ご自身の目でね、確かめていただいて、これが本当なのかどうかは、ご自身で検証していただければな、と思います。それでは、ここが、三重県天の岩戸神社の洞窟でした。ということで、宮崎の高千穂にある天の岩戸神社、そして三重県の天の岩戸神社、どちらも行ってきましたが、実際に2カ所行ってみて、どっちが本物だったかはもう全くわかりません。僕には。どっちが本物だったとしても違和感を感じるところはいくつかありますね。でも結論ですが、天照大神様が出てきてくれて、日々太陽が昇ってくれて明るい世界になってくれて、僕は良かったと思います。この撮影をしているのは夏ですが、外はめちゃくちゃ暑いです。これも天照大神様のおかげだと思います。いつもありがとうございます。スワノさん、田んぼのあぜ、もう壊さないでくださいね。美味しいお米が取れなくなります。そして良い子のみんなも田んぼのあぜを壊したり、田んぼに張ってある水を勝手に抜いたりとか、そんなことはしないようにしましょうね。僕はそれを実際に昔やってしまいました。そして農家の人にどちゃくそ怒られたことがあります。それ以来僕はそんなことをしないようにしてます。絶対にしないようにしましょうね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。